JR 北海道バス JR 北海道バス株式会社 JR 北海道バスは北海道札幌市に本社を置くバス事業者で北海道旅客鉄道 JR 北海道の100%子会社である札幌市内を中心に路線バスや都市間バスを運行するほか貸切バス事業も行っている国鉄バス時代から 札幌市郊外の手稲区、厚別区などを中心に住宅地と都心部を結ぶ生活輸送を事業の中心に据えており、現在でも一般路線車の所属台数は JR バスグループの中で最も多い。さらに2003年、平成15年4月1日に廃止された札幌市営バスよりことに自動車営業所を譲り受けし、札幌市内のバス路線網では、 北海道中央バスに次ぐ高い割合を占めている。その一方で鉄道の保管路線として開設された地方バス路線は業績の低迷から現地の事業者へ相次いで譲渡された。路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で395台、深川営業所5台、さまに営業所14台、その他営業所、 計3 7 6台登録されており、北海道内では、北海道中央バスに次ぐ規模となる。国鉄末期から運行する高速バス路線で、現在は、北海道中央バスとの共同運行。詳細は、札村線を参照。原則予約制で、直行便を含む旭川をまたぐ乗車は2006年12月より、座席指定となっている。 旭日川門別館のみの乗車は自由席、札幌旭日川館のみの乗車は、高速旭日川号に準じて予約不要となる。直行便は、ピップ大雪 PA で、旭日川経由便と特急おほうつく号は、上川駅前で休憩時間を設定する。1984年6月27日より、道北バスと、 北門バスが朝日川門別館で特急オホーツク号を運行していたが、1996年4月11日に高速朝日川号と特急オホーツク号各4往復を振り替え、4車、共同運行で札幌朝日川門別館に高速流氷も運別号を新設した。2001年より札幌線を直行便に順次切り替え、現在は 直行便3往復と朝日川経由便1往復で運行。2006年度より2月の流氷観光期限定で直行便が2往復増回される。直行便限定で、愛別東町、上川ポンモシリ停留所が設置されたが、朝日川門別自動車道の延伸により順次廃止され、現在は浮島 IC を利用し、のっぽろから滝西まで停留所は設定されていない。また、 全便が停車していた、浮島トンネル記念公園停留所は2006年12月1日に廃止されている。2005年度の乗車実績は49,647人。JR 北海道バスは高速流氷も、宇別号の門別業直行日に1本と、旭川経営札幌業1本を担当する。1989年。 平成元年8月11日より繁忙期の臨時規制バスとして各社1往復ずつを担当する5往復で運行を開始。1990年平成2年3月9日よりポテトライナーとして数年運行が開始された。1995年平成7年12月1日に大谷地ターミナル。1997年平成9年9月1日に清水と目室を 新設市一往復を十勝川温泉まで延長。2002年、平成14年12月1日には発車をライネットによるインターネット予約開始しおげを新設。2005年、平成17年4月1日より、音吹け経由、音吹け大通11丁目、木野大通16丁目、木野農協前に往復を新設し、目室経由は4往復都市、臨時便を廃止。 2009年、平成21年12月23日から、音吹け経由を1往復増開。2011年、平成23年10月30日の、同等自動車道全通による改正で、直行便を含む3往復を、増回し形状往復、所要時間が約20分短縮となった。2017年、平成29年4月1日に都勝川、 温泉発着便を廃止、2018年平成30年6月2日より土日祝限定の特急便途中無停車をに往復新設した。直行便は往復とも札幌ターミナル発着で札幌行に札幌駅前交車停留所を設定。帯広市内は十勝バス本社に停車しパークライドを設定する。 帯広業は路線開設以来札幌ターミナル始発で札幌駅前ターミナル及び札幌駅前は札幌業の校舎のみ扱っていたが2016年平成28年4月1日より経由便直行便とも札幌駅前ターミナルで帯広業の乗車扱いを開始した運行を開始するにあたり 北海道中央バスが共同運行事業者を募ったところ、他4社が名乗りを上げた。一路線5社での運行は極めて異例であり、北海道運輸局の指導で調整が図られたが、不調に終わり、結局5社揃って認可された経緯がある。運行開始当初は、帯広側の事業者として、帯広自動車営業所が担当しており、営業所廃止により、札幌中央。 札幌営業所に移管されたが、帯広を起点としたダイヤも引き続き受け持っている。札幌と帯広の間は200キロ程度の距離であるが、規制バス当時から夜行便が設定されていた。1991年、平成3年9月20日の国道274号、日照峠ルートへの変更に伴う改正で、定期運行を廃止し、2000年、 平成12年夏期まで繁忙期臨時便として運行されていた予。予約制。詳細は日照線を参照。予約制。詳細は日照線を参照。予約制。詳細は日照線を参照。季節運行。新日本海フェリーの発着に合わせて運行される。苫小牧東、港発便のみ、乗車人員把握のために、 バス乗車整理券を発行する。2013年4月運行部により予約制となる。他社と共通利用しているカードとして、以下のカードがある。詳細は、各記事を参照。販売、利用が終了している乗車カード等は次のものがある。他社と共通利用しているものについての詳細は、各記事を参照。2007年7月に北海道内発の 広告付きバス停留所上屋を札幌市内に7機設置した。2008年度中に50機に増設する計画で、上屋は高さ 2880mm、横 4960mm、奥行き 1760mm、スチール製の骨組みをガラスで囲い、ベンチも配置する。広告は片側側側面の内外それぞれ一面を提供し、電気代など、 維持管理は広告料収入で賄われる。2014年11月現在 JR、北海道バス管理分は25機。平日の朝に55から1、手稲線、西宮の差は5条に JR 札幌駅及び手稲、営業所前 JR 札幌駅各1便、新16緑ヶ丘団地線、緑ヶ丘団地東新札幌駅、1便、新13、上野幌線、 雇用促進住宅入り口新札幌駅1便51広明線広明ターミナル JR 札幌駅1便において方向材と化粧直し用の鏡を数個設置した女性専用のバス車両を運行運転手も女性が務めていた2012年12月1日ダイヤ改正をもって廃止された札幌ドームでの試合やイベントの開催に合わせて新札幌駅 バスターミナル JR 白石駅南口と札幌ドームを結ぶ臨時シャトルバスを運行している。運行は札幌、厚別、長沼、琴似に手稲の各営業所が担当し、大半が一般路線車が使用されるが、稀にハイデッカー車も投入される。新札幌駅バスターミナル発着は北海道中央バスとの共同運行ではあるが、乗車できる定期券や カードななどは異なる JR 北海道バスの運行全路線において、身体障害者と知的障害者の本人は、身体障害者手帳、領域手帳の提示により、運賃が半額となり、同行する同障害者の介護人については、身体障害者手帳一種と領域手帳一種の対象者のみ半額と、 児童福祉法で規定する諸施設の入居者本人と本人に同伴する必要がある。付き添い人については、施設長の発行する割引証明書などの提示により、運賃が半額となる。上記各対象者の定期旅客運賃割引も行われているが、詳細は各営業所に問い合わせる必要がある。精神障害者についての運賃割引はない。 貸切バス車両は2014年3月現在で42台登録されており、事業は札幌、室蘭、帯広、釧路、函館、離島を除くの各運輸支局管内及び旭川市、深川市、宇流郡、上川郡美恵町、空地郡上富良野町での発着が認められている。貸切バス事業者安全性評価認定にて3つ、星に認定。 札幌営業所内に貸切センターを設置している。日本ハムファイターズやコンサドーレ札幌の選手送迎バスの運行も受託しており、それぞれのチームのペイントを施した専用車両を用意しているが、選手送迎のない日には通常の貸切としても利用切る。JR 北海道のバス部門だった1992年より大型ツアー企画として日本一周バスの旅。 1996年以降は全国一周バスの旅の運行を行っている。当初は JR 北海道発足5周年を記念して企画されたもので全国の観光地を JR 北海道バスの観光バスで巡り、工程は実に30泊31日に及ぶ。88万8千円、2000年までの価格から130万円、2004年の2名一室の 価格という高額商品ながらも人気を呼び毎年運行されている。1ヶ月にも及ぶ長期工程のため途中数カ所でツアー参加者全員の健康診断を行うほか車庫退白やバスガイド貸し出しなど運行支援に JR バス各社も協力する。第1弾が実施された1992年にドキュメンタリー番組北緯35度の風毎日放送制作 TBS、e、系列の激走日本一周バスの旅という副題で全工程の模様が2週にわたり放送されたトレードマークは国鉄バスの伝統を受け継いだツバメが使用されているまた現在車体に表示されているロゴマークは略称の j h b をデザインしたものである文社前は鉄道と同様に JR のロゴマークが使用されていた 塗装デザインについては、路線車については、国鉄色を踏襲し、塗り分けのみ一部変更したものであるが、貸切車、高速車においては、白をベースカラーとして、JR 北海道のコーポレートカラーで、アモエギ色とアマンドピンクの帯を配したデザインが1987年に採用された。これは、JR バス全体でも初のオリジナルカラーである。なお、国鉄末期にも、 札ツソン線の高速車両において、それまでの国鉄バスとは全く異なるカラーリング1 8 3系5 0 0番台機動車と同一デザインを施したことがある。車両は現在は国内4メーカーから導入しているが、国鉄バス時代の流れで、日野自動車、伊須津自動車製、純正車体及び富士重工製が多い、三菱不倉車は1989年に、 エアロクイーン M を二両新車にて導入。路線車は1991年に KMP118N を中古にて初導入。新車はエアロスター M を1993年に一両発導入。なお、2016年夏にエアロスター M は全廃済み。日産ディーゼル、当時、ゲンとト,トラックス車は2003年4月、札幌市営バス路線の異常に伴い、 札幌市交通局が所有していた日産ディーゼル製の路線も譲り受けした。なお2004年度には初の新車が2台導入された。中古車は1991年に神奈川中央交通の車両を購入したのが最初だったが、譲り受け車の導入は JR バスの中でも最も早かった。以後、本州からの譲り受け車を2000年以降積極的に導入している。 現在は中古車導入をやめている。また、北海道のバス事業者としては、比較的早い時期から低償化に取り組んでおり、1998年からワンステップバスを2003年からノンステップバスが段階的に導入されている。2003年の札幌市営バスことに営業所の路線以上に際して、元市営バス車両が大量に移籍したが、移籍者の中には、 CNG バスも含まれており、JR バスでは初の CNG バス導入となった。2 0 0 9年4月1日の札幌地区における系統番号の不番方式変更を前に、札幌地区の車両の方向膜がすべて LED 表示機に変更された。ワンマン機器については、音声合成放送装置は、レゾナントシステムズのネプチューン FC-5100、FC-6000、FC FC-7000B 運賃箱整理券発行機は国鉄時代から継続して小田原機器運賃表示機はレシップ製を採用している。なお国鉄バスの車両に標準装備されていた表示と付きスイッチ板が2006年の時点でも標準装備となっている。新名船用の車両には主に観光仕様のエアロバス。 スタンダードデッカー3台とエアロバス MM9 メートル車1台、トイレ付き、エアロミディ1台を使用。高速車は、ポテトライナーには3列シート仕様のヒノセレガを使用。高速朝日川号、高速流氷も、宇別号、エリモ号、ひろーサンタ号には、トイレや、マルチステレオ搭載の4列、シートハイデッカ車が、高速オタル号には、トイレなしの4列。 シートハイデッカー車がそれぞれ使用され、ネプチューン、レゾナントシステムズ製のビジュアルコーダーを搭載し、液晶ディスプレイにて停留所案内など文字情報を提供している。貸切車は以前は一般路線車と同様、イスズおよび、昨日野の2車体制だったが、1989年に三菱エアロクイーン M を二両親車にて導入。以降、 貸切車は主に三菱不走車が導入されている。旅行会社との契約貸切車も存在する。また、プロ野球北海道日本ハムファイターズ J リーグ、北海道コンサドーレ札幌の選手輸送用の車両もあり、一部車両に語呂合わせの希望ナンバーを取得している。過去の車両で特筆されるのは、1990年から1995年まで運行されたボンネットバス。 フロンティア号である。これは、三菱の四輪駆動トラックの車足に、クレハ自動車工業、当時でバス車体を仮装した車両、三菱 W80 型1970年式で、当初は三菱工業で使用され、1976年以降は、栗沢町の伊藤工業で炭鉱の構内、作業員輸送に使用されていたが、車検切れの状態で放置されていた。 伊藤工業の閉山を伝える新聞報道で放置されていたボンネットバスが紹介されていたことに着目し、JR 北海道が譲り受け活用することになった。1989年11月8日にまず北海道三菱不走当時に搬入され、ここではエンジンとシャーシといった走り装置を整備したほか、 腐食の激しかったボンネット部分は新しい部品を取り付けた。その後なエボ工場に移され、ここでは主に車体周りの修復と車内の整備を行い、1990年4月に竣工した。塗装は1950年代の国鉄バス塗装、クリーム色と茶色とされた。導入後はフロンティア号という愛称が設定され、新札幌駅と開拓の村を結ぶ一般路線で、 土休日を中心に運行された。運行時には女性車掌も乗務し、乗車券も車内で発売していた。当時としては唯一稼働状態にある三菱製ボンネットバスであったが、部品確保の問題から1995年限りで運行を打ち切り、保存のためオタル交通記念館、当時に寄贈された。原則として、 国鉄バスの不満法則をそのまま使用している国鉄バス車両称号を参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。